皆さんこんにちは。体調が心配されている俳優の神田正輝さんが MC を務める旅番組朝だ生です旅サラダを8週連続で欠席。まな娘の子神田沙也加さんが2021年末に急逝して以来、日に日に痩せていく姿に視聴者から不安の声が上がっていましたが、復帰の目処すらわからない状況となり、芸能関係者にまで動揺が広がっているようです。昨年春ぐらいから徐々に少しずつ様変わりした神田さんの容姿に、視聴者からも心配の声がテレビ朝日に多く寄せられていたといいます。ご本人はファスティングを始めたとか、番組 MC の勝俣邦和さんや松下奈緒さんからは体のメンテナンスというアナウンスはあるものの、具体的な理由を聞かされない視聴者は想像するしかないのが現状です。ある制作関係者は、神田さんは都内の大学病院に入院しているそうです。旅サラダは欠席中ですが、番組には視聴者から神田さんへの励ましの声が多数届いていますと話しています。表舞台から姿を消してから2ヶ月が経とうとしていますが、神田さんの近況を女性自身が報道しています。旅サラダの週1回の放送のたびに激痩せが心配されていましたが、やはり筋肉の衰えで日常生活も難しく、現在は入院中。体力の低下も著しく、感染症の恐れから面会謝絶の状態だそうです。精神的にも沈みきっているようで、老衰状態だといいますと話すのは、あるテレビ局関係者。ライフサポートクリニックの山下裕貴院長は次のように解説しています。70代で老衰と聞くとまだ若いのにと感じるかもしれません。一方で若い頃からハードトレーニングを積んでいるアスリートは中高年で心不全を起こしやすいとの報告は多数あります。つまり過労や睡眠不足、アルコールなど長年心筋にダメージを及ぶ生活を送った方は老衰のリスクが高いということです。神田さんは1970年代後半の多忙だった時期について、毎日2時間寝てなかったから10ヶ月半で家に2回しか帰れなかったと、デイリースポーツオンラインの2016年6月1日配信で語っています。前室のテレビ局関係者が続けます。神田さんは俳優デビュー以降の7年間は多忙でほとんど休みがなかったそう。少しでも空き時間があれば寝ずに遊びに行き、一晩でウイスキーのボトルを1本開けることも珍しくありませんでした。さらに神田さんはスポーツにも親しんできました。もともとスキーの腕前はプロ級で、世界中のスキー場を回っていました。神田さん自身の名前が冠されたスキー大会もありました。スキー以外にもダイビングやテニス、ゴルフなども趣味として楽しんできましたと、前室のテレビ局関係者。神田さんの高い運動能力と多少の無理に耐えられた体が現在の老衰状態を招いたのでしょうか。まな娘沙也加さんが亡くなった後も気丈に旅サラダへの出演を続けてきた神田さんでしたが、今やその気力さえも失われているといいます。悲しみに蓋をして天国で沙也加が見てくれていると頑張っていたようですが、それも限界に達してしまったようです。最近の神田さんはもう仕事はしなくていいと漏らしているそうです。昨年12月に沙也加さんの三回忌を済ませ、もう生きる意味がわからないと承知しているといいますと、前室の制作関係者は話します。もともと神田さんの異変については、やはり2021年12月18日に亡くなったまな娘神田沙也加さんと無関係ではないと言われています。沙也加さんが亡くなって3日後、札幌の斎場に詰めかけたマスコミ取材陣の前で、元妻で沙也加さんの母である松田聖子さんをかばいながら気丈に振る舞う神田さんの痛々しい姿が今でも鮮明に記憶として残っている方も多いことでしょう。38年前、
聖子さんが生まれたばかりのさやかさんを抱っこし、神田さんと病院を退院した時のスリーショットをご存知の方は、まな娘を亡くした新郎が神田さんの心身を蝕んでいったのではと思うことでしょう。神田さんの妻である松田聖子さんといえば、さやかさんが誕生した数年後に大きなスキャンダルを起こしたことでも有名です。ニューヨークで知り合った聖子さんの英会話の先生と言われていた白人男性は、聖子さんは二人きりになると神田との結婚生活はすでに破綻している、離婚が成立したらあなたと再婚したいと、まるで映画のワンシーンのように囁いてくれたと証言しています。さやかさんが誕生してからわずか数年後のこの告白は世間に大きな衝撃を与えました。当時は理想のカップルとして名前が挙がっていた2人がすでに破綻状態にあると驚いた方も多かったことでしょう。この告白は週刊誌などでも記事として記載されましたが、当時の神田さんは頑なにこれを認めませんでした。不倫の証拠であるプライベート写真もグラビアで2ページを割いて掲載されていたりもしていましたが、神田さんはとうとう最後まで聖子さんの不倫にノーコメントを貫きました。結局神田さんと聖子さんはさやかさんのためだったのでしょうか、仮面夫婦を続け、正規の結婚から正規の離婚まで12年の歳月が流れていました。妻の不貞に一言もコメントを発せず、直撃取材にも、絶対に離婚はありませんから、命を懸けてもありませんと答えていた神田さん。そして石原裕次郎さんを敬愛し、石原プロモーションに45年在籍し続けた神田さん、2021年1月に石原プロが解散した時には、神田正輝は石原プロで始まり石原プロで終わりますと宣言。その後個人事務所を立ち上げましたが、それも2022年6月で閉鎖されたままです。当初は番組に復帰できるかどうかという話題が多かった今回の神田さんのお休み。今回の報道で復帰というより退院して再び日常生活が送れることができるのかというフェーズに入ったように思われます。昨年12月の段階で番組関係者などの間では肝硬例が敷かれていると言われており、神田さんの状態が悪いと囁かれていましたが、現在は面会謝絶ということで、それ以上に深刻な状態になっている可能性も高いです。神田さんの容態が気になります。